セーラムはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロッキンガム郡で人口第2の自治体である。2010年国勢調査では人口28,776人だった。ボストンの北にあって地域市場と物流の中心であり、アミューズメントパークのカノビーコパークや大型ショッピングモールのモールアット、ロッキンガムパークがある。 セーラムとなった地域への入植は1652年に始まった。1736年にはすでにマサチューセッツのマスーアン種の北京区あるいはマスーアン地区となっていた。1741年、マサチューセッツとニューハンプシャーの境界が設定された時に北京区はニューハンプシャーの一部となり、近くにあるマサチューセッツのセーラムからこの町もセーラムと名付けられた。 1750年には植民地総督のベニング・ワエントワースによって法人化された。ザ・スクエア、1908年1902年、マサチューセッツ北東路面鉄道会社がセーラムにカノビーコ・パークを設立し、その運行する路面電車でのレジャー小旅行を奨励した。近くにある工業庁のマサチューセッツ州ヘイブリル、ローレンス、ローウェル、マスーアン、ニューハンプシャー州、 マンチェスターやナシュアなど地域全域から監修が押し寄せた。工場労働者たちは、花壇や湖畔の間にある街路樹のある遊歩道で、ゆったりとした散策を楽しめた。乗馬、ゲームセンター、ダンスホールが、生き生きとした娯楽を提供した。しかし、自動車の増加によって、路面電車は衰退した。現在は、数少なくなった、私鉄沿線のアミューズメントリゾートとして、 カノビーコパークは今も残っており人気を保っている。セーラムの観光業の歴史にはニューイングランド発の競馬場であるロッキンガムパークレーストラック好奇心を誘うアメリカのストーンヘンジもある。最近ではスケート場のアイセンターもできた。セーラムは1950年代からボストン都市圏の一部として急速に発展し、 郊外型の住宅地やニューハンプシャー州道28号線に沿って開発された長い帯状の商業地などがある。2006年頃から商業施設は28号線の他に、週刊高速道路93号線2番出口周辺に集中している。セーラムの調整は調整委員会と町マネージャーの組み合わせである。ニューハンプシャー州上院議員第22選挙区に属し、 下院議員は9人を送り出しており、空席1議席を除いてすべて共和党が独占している。上院議員は上院議長のチャック・モースである。2012年11月時点での町内有権者登録数調整、ビルアメリカ合衆国国政調査局によれば、町域全面積は25.9平方マイルであり、このうち陸地24.7平方マイル。 水域は1.2平方マイルで、水域率は4.49%である。町内をスピケット側とポリシーブルックが流れている。カノビー湖が西の境界であり、アーリントンミル貯水池が北に、ワールドエンド池が南東にある。町内最高地点は標高380フィートのゴードンズヒル頂点であり、町の西側境界にある。カノビー湖パークにあるリンゴの木の下で、 1908年建設以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セーラム公共教育学区は生徒1人当たり5,544ドルを消費している。アメリカ合衆国の平均教育費は5,678ドルである。セーラムでは先生1人当たりの生徒数は16.1人である。町内にあるロッキンガムパークレーストラックは ポール・ニューマンとロバート・レッド・フォードが主演した映画、スティングで言及されており、プロットの中心になる。スティーブ・マック・イーンとフェーダ・ナウェイが主演した1968年の映画、カレー・ナル・カケは、セーラムのグライダー飛行場で撮影されており、そこは現在キャンベルズ・スコティッシュ・ハイランズ・ゴルフコースになっている。ありがとうございます。